皆さん、こんにちは。皆様にご報告があります。このチャンネルの登録者数が6000人を超えました。皆様、ありがとうございます。はい。ということで、まあ、今日はそんなに話すこともないんですけど、ちょっと6000人いったっていうことで、まあ、そのお礼と、まあ、ちょっとした雑談を一つしようかなと思ったんですけど、はい。最近、最近というか、ま、前から小山さんのチャンネルのチャンネル名が、 王忍者、裏天皇っていう、まあ、言葉が入ってるんですけど、まあ、裏天皇に関しては、まあ、小山さんも動画の方で発,し、まあ、発信してたんでいい、まあ、わかると思うんですけど王忍者っってていいいううのが何かなって思思方も多いと思います、はい、それで私最近ちょっと気になることがありましてこの「王忍者」の忍者 にちょっとと注目してみたいと思うんですけど最近 YouTube の方で「筋肉マン」を見てたんですけど「キン肉マン」にザ・忍者っていうキャラクターが出てくるんですけどそのザ・忍者がこのようなことを言っておられましたのでまずはそちらをご覧ください。拙者は胴体の中に身を隠してテレパシーで体の各部分を動かしていたのだ。 はい。ということで今見ていただいたんですけど、筋肉マンに出てくるザ・忍者もテレパシーが使えるっていうことで、もしかしたらですけど、はい。あのー、チャンネル名の忍者っていう部分が、このザ・忍者から来てる可能性があるのかなっていう、ちょっとした私の個人的な意見です。皆さんはどう思ったでしょうかはい。ということで、これからもよろしくお願いします。